まあでも東横界隈って韓国でも有名なんだなってのに驚いたね。いやー、韓国の人がさ、そのなんか日本に旅行しに来るって言っててさ、その女の子がさ、あの東横界隈行きたいんですよねって言っててさ、びっくりしちゃったよね。やっぱつい、やっぱ俺も、え、東横来るのって言っちゃったもん。いやー、東横すごいねって、なんかその地雷系の人たち可愛いから会いたいですみたいなこと言っててさ、まあ確かに東横の女の子地雷系とかいるし、俺も地雷系の女の子めっちゃ好みだけど、さすがになんか旅行しに来るようなとこではないような感じするからさ、やっぱちょっと止めざるを得なかったよね。それはちょっとまずいかもみたいな感じで。ねえ、東横だってさ、大阪とかさ、普通大阪って言ったら、じゃあ次京都行きますとか、まあ、行ってもまあ東京のじゃあ、秋葉原行きますとかじゃん。違うんだもんね。東横行きたいです。東横は？おめえさん、東横って言ったらさ、とんでもない荒れ地じゃないですか。まさに現代日本のスラム街と言われてる東横に。今は観光名所なの？いやー、からあれはちょっと止めざるを得なかったよね。地雷系が万国共通というとのも驚いた。いや、だから地雷系の女の子って、だから昔のギャルみたいなもんだから、あのファッション的な人気があるんだよ、結局は。まあそういうことだよね。いわゆるなんか地雷系のファッションを真似したいですみたいな、そんな感じでしょ、女の子的には。まあおしゃれだもんな、地雷系の子って。実際なんかファッションの最先端、昔で言うと原宿みたいな感じになってんじゃねえの、多分海外からすると。地雷系ファッションって、まあでも確かにあれ独特だし可愛いよなと思うよ。実際山田哲人、ファッション的な人気あるのってのはよく伝わりましたね。いや、だからそう見えてんだよ。だから地雷系のなんか性格的なヤバさとか、なんかそのそこに集まってる人たちの大変さとか、まあ貧困とか、そっちが話題になってんじゃなくて、その要はファッション的な意味での魅力だけが伝わってるって感じあるよね。地雷系っておしゃれだよ。だって俺もやっぱ地雷系の格好してる女の子好きだもん、普通に。やっぱ可愛いよね。可愛いし独特、あの独特さがいいんだよな、やっぱり癖になる。なかなかさ、ああいう格好してる人たちっていないやん。なんか本当俺なんかも街歩いてるとさ、話聞いてる限り韓国にも東横みたいなスラムがあるらしいですね。だ、そうだね、言ってたね。でもなんか男の地雷系がめっちゃ怖いみたいなこと言ってたな。男の地雷系って何よ、ホスとかなんかのこと？と、桑田の息子みたいな感じだと思ってた。桑田の息子。でも、あ、でもさ、やっぱあの海外の人と喋るとちょっと面白いな、なんか。そこに注目してんだとかさ、日本のそういうところが今人気あんだみたいなのがちょっとわかるやん。あれは日本人同士だとわかんないけどさ。だからなかなか国際色豊かな会話ができてよかった。俺らからすると、なんかちょっと、アングラなものがさ、海外の人からすると、魅力だったりするんだろうね。あれ系のが、結局、トレンドと無縁の生活してる。一番いいような気がする。いや、俺、ぶっちゃけトレンドと無縁でもいいのよ。ただ、トレンドになってることってさ、もう決まってるじゃん。まあ、正直、俺も別にトレンドになってることとかさ、興味があったりとかさ、あの、関係性があるわけじゃないんだけど、ただ、なんか、それを語ることが大事なんだよねっていう。まあ、結局、トレンドに乗るってどういうことかっていうとさ、その順張りするってことじゃん、逆張りしないで。でトレンドに乗んないようなことやってるとさ、まあ、なんか逆張りしてるだけだからさ、まあ多くの人からは別に相手されないわけよね。で世の中って常に順張りが正しいからさ、まあ、逆張りって正しくないから、まあ、てか逆張り選ぶっていう意味ってさ、なんか自分一人ぼっちになりたいですって宣言してるようなもんだから。レスティア、ハイドラ、シカモタ、ノレハ、逆張りか。まあ逆張りだよね。レスティアさえ逆張りな人間だと思う、結局は。逆張りすればするほど人生って生きづらくなるから、いいことないんだよね、マジで。なんかその逆張りして生きていける人間って、もうよっぽど特殊な人間か、逆張りしてなんか結果残せる人間だけなんだよね。で逆張りしてんだけど、なんか大した成績残せませんとか、
目立ったことできませんってなると、なんかこの間ツイッターでさ、ちょっとなんかあいいこと言ってんなって思ったのがさ、なんかそのオタクとかなんかのファッションの話しててさ、でオタクってなんでオタクなのかっていうとさ、結局その他の人間が好きなものとかなんかっていうのを全く優先しないで自分の好きを優先させた結果あのオタクになったんですよねっていう話あってさ、あまあそうなんだよなっていう、結局そのオタクって結局自分の好きなものあるからさ、でそのせいでさ友達とかなんかがさ話してるような話についていけなくなっちゃうんだよね。だってそれ俺興味ないし好きじゃないからっていう。でさ、あの友達とかなんか話したりしてることがイコール自分が見たりするものになるんだよ。でオタクってさ自分が好きなものしか見ないんだよねっていう。だからどこまでもなんかこう自己中っていうかさ、他人のことを全然見ないようにするっていうやり方していくんだけど、まあなんかそれが一概に悪いとは言えないんだけど、好きばっかり推してるやつっていうのはやっぱり世の中からどんどん離れていっちゃうんだよなって。俺なんかそのジブリアニメとかなんかなんてさほとんど見なかったわけよね。で見ないとどうなるかっていうとさ、人の話についていけないんだよなマジで。ジブリのアニメって多くの人間が見てるわけよね。で多くの人間が見てるんだけど、本人楽しそうよね。そう楽しそうなんだけど、それがどこまで通用すんのかなってことなんだよね。なんかどっかでこう他人と歩調を合わせていかなきゃいけない瞬間みたいなものがやっぱり人生ってあって、その自分の中の夢だけに浸って生きていくことができれば幸せなんだけど、そうなってないんだよなっていう。でもなんでかすると大多数の人間が知ってるものを知らないっていうのはさ、なんか出会いがあったりとかさ、そういうチャンスとかなんか不意にしちゃう可能性がどんどん大きくなっていっちゃうんだよね。え、お前こんなことも知らないんだっていう。好きなものに溺れて死にたい。まあね、わかる。俺も若い時そうだった。年取れば取るほど結局なんか好きなものに対しての熱意とかなんか下がっていっちゃって、そしてなんか大勢の人間が知ってることを何にも知らない、なんか異物っていうかさ、変な人間ができちゃうんだよ。でも自分が好きだったものに対しての熱はもうなくなってると。でも多くの人間が知ってることは何も知らないっていう。でなんか自分のそのなんか一点特化した好きなものに対していつまでも何歳になっても熱持ってられたらいいんだけど、まあ大抵そうじゃないから。デスギア、何も残らない燃えかす。そう、それでもまだなんかね、若い頃から好きなものをさ、40になっても50になってもさ、60とか70になってもさ、自分が若い頃から好きだったものをずっとさ言ってられたらいいんだけど、自分自身がなんかそれに飽きちゃうんだよね。そうなっちゃった時にさ、何っていう、何が残ってんの俺っていう。でも他の普通の、でその時になって普通の人と付き合いたいな、普通の人と接点持ちたいなってなるんだけど、普通の人はその昔トレンドだったもので出来上がった人たちなのよ。で自分はそのトレンドに乗ってない、なんか逆張りしたものをだけを知ってる人なのよ。だからその自分がその時になってから普通の人間たちと付き合おうと思っても、もうその時には付き合えなくなってんだよね。でもオタクでもなくなっちゃってるから、何この人って、なんかすごいことがあるわけでもなく普通のことがあるわけでもないっていう、なんかその居場所がなくなっちゃうんだよね。オタクでもありません、かといって普通の人でもありません、お前何っていう。お前何っていう、なんか存在だけがそこにボーンって残ってて、なんか何にもこう、なんだろう、汎用性のない人間、応用性がなくて、なんか、って人になっちゃうんだよな。だから結局そう考えると、やっぱトレンドに乗ってくのが一番いいんだよな。いやなんかさ、人と一緒に暮らしていくって結局そういうことなんだよなとか思うのよ。なんか話合わせてってさ、人と話したりするときにさ、話合わせらんなかったらもうなんかそこで終わりじゃん、結局のところ。なんか、あーこれ知ってますかみたいな。さっきの韓国の人とかなんかもそうだけどさ、私このアニメ好きなんですけど、これ知ってますかとかさ、言われたときにさ、それ知らなかったりしたらもう話盛り上がんないんだよね。俺あの子がさ、あの、何や、僕のヒーローアカデミアだっけの話したときにさ、俺、
分かんなかったのよ。まあ俺、僕のヒルアカデミアって一応読んだことはあんだけどさ、まあ人気だったからね、一応さ、読んだことはあんだけどさ、そんな好きじゃなかったからさ、ついていけなかったんだけどさ。でもなんか俺がもし、普通の人みたいに、ああいうなんか人気のある漫画とかなんかを好きだったら、この話にめちゃくちゃ乗ってあげることできたのになって思っちゃったんだよな。でもなんか俺が好きな漫画ってさ、あの、もうちょいマイナーな漫画なんだよねっていう。ちょっとなんかオタクがさ、あの、いや、実はそんなメジャーな漫画よりも、もうちょっとマイナーな漫画の方が面白いんだよねってさ、そんなさ、大衆受けしてる漫画好きなやつって薄っぺらくて浅いんだよねとか言ってさ、なんかバカにしたりするんだけど、なんか、そういう感性持っちゃってると結局さ、あの、普通の人たちとさ、仲良くできないんだよなっていう。でも普通の人たちってそういうメジャーなものがまあ好きだからさ、メジャーなものが好きになれない、メジャーなものを話せない人間ってさ、もうなんかそこで多くの人たちとさ、会話するためにネタがなくなっちゃうんだよねっていう。そう、オタクってそうなんだよ。オタクって逆張りだからさ、なんか他の人は知らないでしょこの漫画っていうのを、なんか知ってる自分かっこいいっていうのを売りにするんだよ。なんかでもなんだろう、やっぱなんかその大衆受けするものみたいなものをなんか好きな人間だったらよかったなとか思ったりするんだよね、マジで。でなんか流行ってるもの好きなんですよねって。だからさ、タピオカが流行った時もそうじゃない？気づけば縄張りか。タピオカが好きな人間とかなんかもさ、俺なんかタピオカ好きとかさ、な今勝手に流行ってるものにハマってんじゃねえよみたいなさ、感じのノリなわけよ。まあオタクだからね、俺なんかもさ。だから逆張り野郎だからさ、結局は。だからタピオカハマってるやつなんかダセーなみたいなさ、このメディアに載せられやがってとかって思ったり言ったりとかするわけよ。でも結局さ、でも結局さ、そんなこと言ったってさ、まあ、意味ねえわけじゃん。だって世の中の人はタピオカ飲んだりしてさ、タピオカの話してくんだから結局は。でここで俺がさ、じゃあさ、急にさ、いや、それ三島由紀夫の作品でさ、北条の海って作品あるんだけどさ、全4巻なんだけど、それ読んだことある、俺あれめっちゃ好きなんだよねとかいう話してもさ、まあ、ほとんどの人誰もついてこないわけよ。まあ、読んだことないしさ、いや、そもそも三島由紀夫自体読んだことありませんよみたいなこと言われかねないような時代だからさ、ってなっちゃうとさ、なんかもう会話できないんだよなっていう。富田さんいらっしゃい。実際そのなんか確かに傾聴力ってものは大事な事実なんだけど、でも結局、まあ、限界あるよねっていう。それってなんだかんだ言って。